どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、Amazon クレジットカードが新しくなるというね発表がありましたので、本日はこちらの解説ですねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 Amazon のクレジットカードがね新しくなるということで、このね Amazon のクレジットカードに関しては貯まるポイントはね Amazon ポイントっていうね Amazon で使えるポイントっていう風になりますんで、私のチャンネルでですねマイルが貯まるクレジットカード、またねホテルのポイントだったりね、まあそういった感じのクレジットカードのね紹介が多いわけなんですけども、今回ですね Amazon のクレジットカードがね新しくなるということで、保有されている方もね結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、またねクレジットカードの券面もね新しくなるっていうふうになりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでまずね券面なんですけども、まずこちら2枚ですね、 Amazon マスタークラシックカードと Amazon マスターカードゴールドクレジットカードということで、こちらがね今現行のデザインなんですよね。まあこちらね Amazon の段ボールをねイメージしているまあデザインっていう風になっておりまして、まあこれね結構賛否が分かれてるね、デザインだなという風に思うわけなんですけども、現時点ではねこういった感じの券面なんですよね。で新サービスということで、こちら公式サイトね概要欄に載せておきますんで、気になる方はねそちらから見ていただければなと思うんですけども、こちらがね新しい券面っていう風になっておりまして、 Amazon マスターカードと Amazon プライムマスターカードということで、こんな感じのね券面になるんですよね。かなりおしゃれな感じになりますよね。で上の方にはですね Amazon マスターカードの方には右上にね Amazon っていうロゴが入って、 Amazon プライムマスターカードの方には上にねプライムのマークがね入るっていった形になるんですよね。またねコンタクトレス決済もね対応しているっていう風になりますんで、こちらマスターカードのクレジットカードということで、マスターカードコンタクトレス決済もですねこの新デザインのねクレジットカードの方は利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、正直ねこのデザインはねかなりかっこいいんじゃないかなというふうに思います。まあこのプライムとねプライムじゃない方のカード両方ありますけども、どちらもね結構かっこいいですよね。でですねちょっと話を戻してですね、今のねクレジットカード Amazon マスターカードと Amazon マスターゴールドカードっていうのはねあると思うんですけども、 Amazon クラシックカードっていうのはですねもともとね年会費が無料のクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、 Amazon ゴールドカードの方はですね年会費が1万円のクレジットカードということで、まあプラス税金でねまあかかるわけなんですけども、この Amazon のねクレジットカードっていうのは三井住友カードから発行されているんですよね。ですので三井住友カードっていうのはマイペースリボっていうねリボ払いの登録とウェブ明細っていうのをね利用すると年会費のね割引が受けられるということで、まあ私の動画でもねかなり前に1回扱ったんですけども、このマイペースリボとですねウェブ明細の登録をねしていただくと、この Amazon マスターゴールドカードですね、今のゴールドカードに関しては Amazon プライムのね会員料金っていうのが含まれているクレジットカードっていう風になってるんですよね。でこれをですね考慮してこのマイペースリボとウェブ明細をね利用するとですね、普通にプライム会員でいるより Amazon ゴールドカードを発行していただいて Amazon プライムの会員料金が含まれておりますんで利用しますよね。でマイペースリボとウェブ明細のね登録をしていただくと、 Amazon プライム料金をねそのまま支払うよりもですね Amazon ゴールドカード保有している方がお得だったんですよね。これをね結構利用されている方ねいらっしゃったのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、こちらね公式サイトにある通りですね Amazon マスターゴールドカードに関してはもうね2021年こちら10月14日にこの動画撮影させていただいているわけなんですけども、新規申し込みねもう停止しているっていうふうになるんですよね。でクラシックの方はねまだ申し込めるっていう風になっておりまして、この新しいね新デザインのクレジットカードの方ですね、こちらに関しては発表はねあったんですけども、まだ申し込み自体はね開始してなくてですね、2021年の11月の中旬にですねこちら申し込みがね開始になるっていった形になるんですよね。ですんで今現時点ではですね新しいクレジットカードもまだ発行できないし、今申し込めるのはですね Amazon マスタークラシックカードのみね発行することが
できるっていった形になります。それでは次にですね、この新しいねクレジットカード、 Amazon マスターカードと Amazon プライムマスターカードですね、こちらどういう振り分けかっていう話なんですけども、今まではですね Amazon マスタークラシックとゴールドカードということで、一般カードとゴールドカードっていう振り分けだったんですよね。で今後はですね、この Amazon クレジットカードっていうのはゴールドカードはねなくなるっていった形になるんですよね。でこの2枚クレジットカードありますよね。このクレジットカードの違いは、Amazon のプライム会員になってない方は Amazon マスターカードっていう風になりまして、 Amazon プライム会員の方が Amazon プライムマスターカードっていった形でね振り分けられるっていった形になるんですよね。ですのでこちらね両方とも一般カードっていう風になるんですよね。ですので年会費がねまだ話してなかったんですけども、年会費ね両方とも無料のクレジットカードっていう風になるんですよね。これね結構意外でびっくりしたんですけども、今まではね一般カードとゴールドカードで分けていたわけなんですけども、今後はですね両方とも一般カードということで、年会費もね無料で利用することができるっていった形になるんですよね。それでは次にねポイント還元率に関してなんですけども、公式サイトにねとても分かりやすいね図が書いてありまして、こんな感じになるんですよね。新 Amazon マスターカード会員ということで、プライム会員の方は 2.0%、プライム会員以外の方はね 1.5% 還元っていう風になるんですよね。で旧のねクラシックカードとゴールドカードもね引き続き利用することがねできるっていった形になっておりまして、還元率もねプライム会員の方は、旧クラシック会員のプライム会員の方は 2.0%、 プライム会員以外の方は 1.5% で、旧ゴールド会員のプライム会員の方は 2.5%、 プライム会員以外の方はね 1.5% 還元っていう風になるんですよね。で今回ですね新しいクレジットカードはね発表されたわけなんですけども、今現時点でですねクラシックカード、ゴールドカードね保有されている方に関してはそのままね利用することができるっていった形になります。でですね有効期限がね近づいてきたらですね順次新デザインにね変更になるっていった形になります。またですね新サービスということで、コンビニのですねセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートですね、こちらの3社に関してはですね 1.5% 還元ということで、今までねアマゾンの買い物に関してはこのクラシックカード、ゴールドカードっていうのは還元率がね高かったりしてたわけなんですけども、それがね基本 1% だったんですよね。それがコンビニのねこの3社に関しては 1.5% 還元がね受けることができるっていった形になります。でそれ以外のね還元率に関しては今までと同様にですね 1% 還元でね利用することができるっていった形になります。でですねこちら還元率のこの表を見てね気づいた方ね多いと思うんですけども、旧ゴールド会員の方でプライム会員の方いらっしゃいますよね。こちらの方はですね新サービスに移行したとしても 2.5% 還元がね受けることができるっていった形になるんですよね。またねこの旧のゴールドクレジットカードっていうのはもう新規でね発行することができないっていった形になりますんで、このクレジットカードはですね一番還元率がね新サービスに移行した後も一番高くなるっていう風になりますんで、旧ゴールドカードね保有されている方はですねひとまずねそのまま利用していただくのがねいいのではないのかなという風に思います。またですね旧 Amazon ゴールドカードをね利用されているお客様へということで、公式サイトにねこういった感じで記載があるんですよね。 Amazon プライム会員資格についてということで、ちょっとね読み上げちゃいますけども、2021年11月1日より Amazon プライム会員資格の自動更新サービスは終了します。新サービスの移行日以前に Amazon ゴールドカードの年会費をお支払いいただいている場合、ご利用中の Amazon プライム特典は Amazon プライム会員更新日まで継続します。その後はお客様自身で新たに Amazon プライムに登録していただく必要があるのでご注意ください。なお Amazon プライムに登録していただければ Amazon プライム特典を継続していただくことができ、また Amazon でのお買い物ポイントも旧 Amazon ゴールドカードにおける Amazon プライム会員向けの 2.5% ポイント還元が適用されますということで、今まではですね自動更新サービスっていうのがあって自動でね更新されてきたわけなんですけども、今後はですねご自身でね Amazon プライムね登録していただく必要があるっていった形になりますんで、旧 Amazon ゴールドカードをね保有されている方はですね
こちらね、覚えておいていただければなと思います。またですね、2021年11月1日以降ですね、この旧ゴールド会員の方に関してはですね、年会費がかからなくなるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。で、こちらゴールドカードにですね、付帯している旅行障害保険であったり、ショッピング保証、またね、空港ラウンジのね、利用に関してはですね、2022年10月31日までね、こちら利用することができるっていった形になっておりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、この新しいね、2枚のクレジットカードなんですけども、こちらですね、 Amazon プライムの会員資格っていうのはですね、両方とも付帯してないんですよね。別途ね、自分で申し込む必要があるっていう風になりますんで、こちらね、勘違いされないようにしてください。今までですね、旧ゴールド会員の方はですね、自動更新とかもね、あったと思いますし、年会費にですね、 Amazon プライムのね、費用も含まれているっていう風になってたわけなんですけども、このね、新しいクレジットカードに関しては、自分で別途ね、申し込む必要があるっていった形になります。それでは次にですね、その他の特典に関してなんですけども、旅行保険であったり、ショッピング保証、あとね、空港ラウンジサービスっていうのをね、記載がありまして、こんな感じでね、一覧で記載があります。海外旅行保険がね、利用付帯ね、しているっていった形になります。またですね、ショッピング保証ということで、年間ね、200万円まで保証していただけるっていう風になっておりまして、またね、空港ラウンジサービスに関してはですね、新しいね、Amazon マスターカードに関しては、こちら一般カードっていう風になりますんで、空港ラウンジサービスはですね、今後ね、利用することができなくなるっていった形になります。もちろんですね、旧ゴールドカードのね、方に関しては利用することがね、できるわけなんですけども、新しいね、Amazon カードに関しては利用することがね、できないっていった形になります。ということで、Amazon クレジットカードがですね、新しくなるということで、今回ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ個人的にはですね、Amazon ゴールドカードをね、フルで利用されてた方は、ちょっと解約っていう感じですかね。このね、旧ゴールドカードの場合は、マイペースリボとウェブ明細ね、利用していただければ、Amazon プライム会員をそのまま支払うよりかは、このクレジットカードの年会費を割引を受けて払ってた方がね、費用少なかったっていう風になりますんで、ちょっとね、解約かなっていう風になりますかね。またね、還元率の部分でも、今までね、2.5% 還元でね、利用することができてたわけなんですけども、しばらくの間はね、利用することができるんですけども、カード更新になったらね、新しいクレジットカードにね、切り替わっていくっていう風になりますんで、まあそうなってくるとね、必然的に 2% 還元にね、落ちてしまうっていう風になりますんで、このゴールドカードね、フルで利用されてた方はですね、ちょっと解約かなっていう風に思いますかね。まあここまでね、利用されている方ね、どのぐらいいらっしゃるのかね、わからないわけなんですけども、まあ Amazon 自体はですね、利用されている方ね、かなり多いっていう風に思いますので、クレジットカードの券面がね、かっこよくなったっていうのはね、かなりいい話ではないのかなっていう風に思います。ちょっとね、旧デザインと新デザイン置いておきますけども、やはりね、新デザインの方がかっこいいですよね。ちょっと旧デザインの方はね、まあこちら好みね、分かれると思うんですけども、好きな方はね、もちろん好きな方もいらっしゃると思うんですけども、あんまりかっこよくないなっていう風に思ってたんで、まあそういう意味ではね、かなり懸命はね、かっこよくなるのではないのかなというふうに思います。またね、マスターカードコンタクトレス決済がね、付帯しますので、まあキャンペーンとかもね、あれば利用することができるっていうふうになりますんで、まあこの点もね、いいのかなというふうに思います。ということで、今回の方はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットバームホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。